I'm a place of hardship to a place of ease, 'cause a place of flourish in return it's for a reason that I動画見ていただいてありがとうございます。57歳おっちゃんのね、ゆるいガレージライフの時間となります。それでね、今日もゼファーやります。毎日ゼファー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 で、最近ね、これ4日目かな3日目かな4日目かな、ちょっとわからなくなっちゃったんですけど、今ね、バイクをバイクスタンドで持ち上げてるのでね、早くちょっとこう磨いてタイヤとかつけて、下ろしたいなと思ってね、できるだけちょっとゼファーにね、ちょっと集中してね、今週はやろうと思ってます。それでちょっと車の方はね、ちょっとストップします。それで今日は何をするかといったら、ゼファーのあのブレーキ、リアブレーキのところね、3ヶ月ぐらい前に、フルオーバーホールはしたんですけど、外見の塗装汚いままでね、つけてたので、そこのところをね、ちょっとあのもう古い汚い塗装を剥離剤で剥がして、それで、ある程度こう光る、めちゃくちゃな鏡面でなしに、こうなんとなく光るぐらいの鏡面まで持っていきたいなと。それとその近辺の、ついてるパーツもね、ちょっと鏡面できたらいいかなと思ってます。まあそんな感じでね、タイヤ自体はね、まだ中のダンパーゴムの方がね、入荷待ちなんでね、それが来るまでにね、とりあえずね、周りをきれいにやっていこうかなと思ってます。まあそんな感じでね、今日はブレーキの周りの鏡面とかパーツの鏡面しますのでね、57歳おっちゃんのね、鏡面の仕方どうぞご覧ください。では頑張ります。おーす。はい、それでね、今日はこれをね、外してちょっと広いところに持って行って、掃除をこの塗装とか取って、ついでにね、こいつもね、ちょっと外して、綺麗に掃除しようかなと思ってます。それで時間があったら、このスイングアームとかも磨いて、もうあのリアのタイヤのブッシュが来たらつけれる状態まで、できるだけ持っていきたいなとは思ってます。外れました。それでね、今からね、剥離剤ちょっと塗っちゃおうかなと思ってます。これ今回ね、初めて使う剥離剤、これコーナーさんでね、ちょっと買ってきました。今回はね、初めてこれを使ってみます。この剥離剤、なんか今まで買った中で一番ダメ。塗料がね、普通あの亀の甲羅みたいにバリバリバリってなってくるんですけど、これはならないですね。まあ剥がせることは剥がせるみたいですけど、これはちょっとやらかしたような気がしますね。まあ何度も何度も塗ったらね、いけると思うんで、ちょっと気長にやります。
はい、それでね、一応これ30分ぐらい30分ぐらい、塗装剥がし剤を塗ってね、30分ぐらいずっと筆とあとこのスクレーパーずっと擦ってました。それでね、もう見た目にね、すごいこういい感じの地肌が出てきたっていうか、まあバイクが古いんでね、これぐらいでもつけたらね、めっちゃいい感じで馴染むかなと思うんですけどね、ちょっと今からね、ついでにこちらこちらでね、真鍮のワイヤーブラシでね、ちょっとこすってみます。どんな感じになるかちょっとやってみます。おー、耐水ペーパーのね、これが2000番でちょっと磨きます。はい、どうも、今日もちょっと頑張りました。
57歳おっちゃん疲れましたってなわけでね、まあ今日はねブレーキのキャリパーとのキャリパー止めてるところの、パーツ名わからんんですけどね、そこのところをね、ちょっと簡単に共鳴やってみました。それでまたね体力があったのでね、スイングアームのもうあのタイヤつけたら磨けないところとか、まあ磨きにくいところですかね、そこをね磨きました。それでもうあとこの中のあのホイールの中に入れるダンパーブッシュなんていうんかなよくわからんのですけど、それがね、今注文してるのでそれを着て、交換したらもう組み込めるという状態まで持っていきました。そんな感じでめちゃくちゃ疲れたけどね、やっぱりこう磨くっていうのはね、達成感があります。あの後でねこうやって見たらねめちゃくちゃ光ってるのでねなんかね、やった感はすごくありました。まあこのようなねゆるい動画ですけど、よろしければねいいね高評価してやってください。あのモチベーション上がりますのでよろしくお願いいたします。それとね、チャンネル登録していただいて明日も何かアップしますのでね、明日の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。というわけで今日の動画これにて終了。ありがとうございました。おーす、引き続き頑張ります。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね高評価チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おーす。